おはようございます。今日は、10月の17日の日曜日でございます。いや、今は11時前ぐらいなんですけど、まあ、9時間ぐらい寝れましたね。よかったです。なんかね、一回8時ぐらいに目が覚めたんですけど、結構なんか雨の音がして、で、天気予報を見てみたら、結構なんかずっと雨って書いてあったんですけど、今は天気予報見てませんが、雨は降ってませんね。曇りです。今日の鳥、朝から寝てますね。朝食です。ちょっと机の上汚くて申し訳ないですけど、昨日買ってきた餅天とヨーグルトとコーヒーです。本当にね、これ昨日も紹介したんですけど、この餅天本当にね、美味しいんですよね。もう本当にね、美味しすぎるんですよ。この正面、このね、周りがなんか揚げドーナツみたいな感じの生地になってて、ここに餅が入ってるんですよ。これ餅がここに入ってるんで、めちゃくちゃ美味しいです。ほら、これがめっちゃ美味しいんでおすすめです。昨日の松月堂ってとこで買ったんですけど、ほんと美味しいです。さて、マリトッツォもいただきます。ほんとこれ美味しいですよね。これもね、もち天とは違いますけど、これ福島の例のグリムっていうパン屋で買ったマリトッツォですけど、待って、開けらんねえ。お、買った。結構固めでしたが、開きました。めっちゃうまそうです。ここのクリームの量が多いのが、めちゃくちゃ最高なんですよね。なんかこの外側のパンにもなんか美味しいのが塗ってあるんですよね。で、この、中のクリームがひんやりしてるのがめちゃくちゃね、美味しいです。今日はなんかここの風が想像以上に強いんですけど、自転車を洗おうかと思います。意外と寒いんで、今日はブラシでギアのとこ洗ったら綺麗になるんじゃないかと。なくても乾きます。風強くて洗うの大変なんですけど、乾くからいいかも。ちょっと怖いな、そんな強いんですよ。あげました。めっちゃここ綺麗になりましたよ。うるせえな。治んないか。ここめっちゃ綺麗になりました。ほら、すっごいほら。良かったです。やっぱブラシ使ったのは正解でした。じゃあちょっとオイルをチェーンにオイルを塗るんですけどね、
まずパーツクリーナーで拭いてから、これ自転車の手入れするって言って買ってきて、結局1週間ぐらい使わなかったんですけど、やる暇がなくて、これからこのパーツクリーナーで、チェーン磨いてから556を塗ります。すごいね。うまそう。うまいですよ。いいね。チャーシューチャーハンです。自慢の。うん、うますぎます。シルコサンド、どうやったのこれって。高カロリーで美味しいお菓子だったんですけど、うまっ。名物なんだって、愛知のその工場のすぐ近くに酒井先生が住んでんだって。めっちゃうまっ、シルコサンド。で、何がいいの。あとはいいんじゃない、その下にも書いてある。キムチ間違いないね。塩、キムチでいいよ俺。キムチでいい？うん。中身はこういうやつ。今日の夕飯です。これ何なの？ヨークドニマルのチラシで今だけなんか鍋セットがあるみたいな。へ、うん、キムチかじゃん。はい。じゃあそれとちょっと刺身ね。一人暮らしの時使えるよ、鍋セット。いいね。うん、これさ、200円だから、なんか自分の好きなのパックで買ってきて、ドボドボって。今日一緒に作ってみる？作るか。よし。あ、感じちゃう。それでちょっと。洗車、あのオイルとか塗ったんで、洗車も含めて自転車乗ってきますけど、寒いっすね。11度です。結構もうやっぱり秋っぽい気候になってきたんじゃないでしょうか。もうすぐ一桁になります。結構寒い。スタバ、さすがに半月ぐらい経つんで空いてきましたね。やってみますか。やる？やるか。どうぞ。野菜から入れるの？はい。水は？水なしで大丈夫です。この、もう入れちゃっていいの？このまま。あ、順番に入れましょう。うん？例えば、うん、崩れてしまうので、こんな。こうやって。これ温度は？温度は200ぐらいにしましょうか。このさ、味がつきにくいやつ。うん。この下にこう。どうやるか。やってみよう。で、次何の前かな。もう下にこう途中の残ってるところにもそのえのきとかこんにゃくとかいっちゃいましょう。油揚げは？ん？油揚げは上の方でいいから、まあ豆腐の上でもよろしいかな。めんどくさかった。あとはガサッていっちゃうか。うん、ガサッていっちゃっていい。ガサッていっちゃうか。よし、はい、はい。で、こちらを開けます。おー、うまそう。そして、うん、うまく開かないんで。うまいこと乗せますか。どうやって入れるのこれ。上に乗せちゃうか。全部？うん。ああ、紙。すげえ、頭まで入ってます。すげえな。好きなところに置いてください。もちこれで閉めとくと。あ、お兄さん、これが。あ、これ入れんの。はい。切れますか？ここ切り取りする。どこ開けんのこれ。上、後ろ見てみ。あ、ハサミなくていい。大丈夫？うわうん、ちょっとだけ開ければ多分大丈夫。そうだな。あとはドドドドっていけるから。気をつけてね。おお。そういうもんなんですね。よし、下の方取ってた。
よし。これで10分ぐらい待ちますか。はい。はい。すげえいいね、それ。ドン。おぉ、うまそう。気をつけてよ、これ。なんか取れてくるんだよね。もうチキン投入？こっちでもいい。まだでもいいし。どうすかね。入れちゃった方がいいか？いや、後でいいか。だよね。これ食っちゃった方が。うん。うん。鍋なんて久しぶりだね。寒くなってきたからね。ね。いや、うまそうです、ほんと。お、大丈夫？うん。あ、うまっ。美味しいですか？めっちゃ味が染みてて美味しい。見ましたからね。うん。もうチキン入れました。チキン以外は食べても大丈夫ですよ。うまそう。このタレの方を固まってるうちにかけて、それでほぐした方が染み渡る。ほぐしてからこうやると全体に味がいかないし、それでほぐれやすくなるし、ほぐす前にタレかけた方がいいかも。絶対美味しいこれ。グリルパンは買った方がいいかな。一人暮らし。ちょっとほじってみっか。あ、こういうやつ？うん。いやでも鍋、普通に鍋でできない？何でも兼用できる鍋ね。うん。お、うまそう。絶対美味しい。で、これだと焦げつかないんだけども、焦げつくところまで焼けない。おー、うん、焦げ目がめっちゃうまそう。うん、そうね、お焦げ